こんばんは、平井博明です。やっぱりですね、シャフトっていうのはしなってくれて多少軽い方が飛ぶと思います。やっぱりですね、全部ラウネにします。平井博明のワンナップゴルフ4番から3段全部、うん、全部全部しちゃうの？そう、ダイモンで全部やってもらいます、カズさんとこで。なんでしっかりと、まあ今ウエッジはあるんですけど、うんうん、ウエッジのこの115ってやつ、うん、これをまあ今使って、フィーリングもいいし、うん、球も浮くし、このラウネっていうのはカーボンなのにカーボンっぽくないんで、アイアンに入れようと思って、 それでまあフルセットちょっと頼んで入れてみて、まあ、ウエッジをもう打ってるんで、うん、で何がいいかって、やっぱりね、シャフトってしなった方が飛びます。もうこれもほとんど間違いないと思います。やっぱ硬いとね、自分がしなるし、うん、しならせようとして。で、結果、こう力が伝わらなくて飛ばない、うん、ってなっちゃうと、結局のところ、そのシャフトを入れてる意味がなくなっちゃうんで、うん、そう、だからシャフトが仕事をしてくれるシャフトっていうのを入れるのをおすすめします。あれ、これ全部ウエッジ？これ全部ウエッジ。もうびっくりした、全部黒くて。そう。ほら。これね。ね。そう。まあ今のとこ3本なんですけど、うん、あともうちょっとしたらアイアン来ます。もう頼んであんの？頼んである。あ、そうなんだ。うん、グリップもコードにして、うん、糸入ってるやつ。で、グラファイトデザインのやつ。あるんだ。そう。それ、加藤さんに言って、それに変える。年齢とともにね、クラブも変わっていかなきゃいけないし、うんうん、いつまでも同じものでいい方もいれば良くない方もいるから、うん、変えた方がいいですよっていう、うん、だからはっきりその良さを分かってて変えないんだったら、うん、多分変えなくてもうまくいくんだけど、変える理由も変えない理由もなくてずっと使ってると、やっぱ年齢とともにそのポテンシャルが落ちちゃうことが多いんで、それやっぱこうしなりっていうのを使ってあげた方がより飛距離は出しやすいし、あと高さも出るよね、うん、あ、そうなの？全然出る。そこがもう大きい違いだね、うん、やっぱしなった方が当たりもするの？ん？当たりもするの？うん、やっぱ助けてくれるからね、しなりってね。あ、結構そのシャフトのしなりって毛嫌いする方多くて、うん、曲がりにつながるから嫌だとかっていう方もいるんだけど、うんうん、もし仮にそれが正論だとしたら、うん、全部のシャフトはしならなくなってるはず、この世の中。そうか。その中でしなるシャフトがあったりとか、しなりが重要ですよって言って練習用でベランベラにしなるシャフトあるでしょ。そういうのが出てること自体がもう柔らかい方が効果がありますよって言ってることだからね。だからシャフトっていうのはしなった方がいいんです。でも曲がるのは事実あんの？ないね。あ、ないんだ。ない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 。だったら俺レディースクラブでナイスショット打てないから。あ、そうか。そう、関係ない。そうか、うん、ラウネが全部ダメになっちゃうのか。そうそう、ラウネが人気出なくなっちゃうからね、うん、そんな事実はない。いや、ラウネかっこいいよね、黒だし。そう、かっこいいよね、デザインもいいし。なんかさ、なんかロゴみたいなのがさ、これね、そう、いいよね、めちゃくちゃかっこいいよね。いいよね、うん、いいな。やっぱり柔らかいの？全体的に柔らかい。本当に前も言ったけど、うん、カーボンっぽくないの。カーボンってもっとピンピンしてるの、うんうんうん、もうパンパンって、うんうんうん、だけどなんかね、ちょっと スチールっぽいしなり、柔らかい。じゃ相当柔らかいんだ、カーボンにしては。柔らかいと思う。じゃないとカーボンっぽくなっちゃうってことは、ね、そうそう、張りが出ちゃうから、うん、でラウネのいいところって 90g と、うん、確か 75g かな、うん、の2つは1本取りがある。何1本取りって？1本取りって3番アイアンからウエッジまで1本のシャフトをこうやって切ってくる。だいたい7と8の間でシャフトって作り方変えん、うん、あとまあウエッジとか。あ、そうなんだ。そう、何工程かに分かれん、うんうんうん、だから硬さが違うの。全部ゼクシオのシャフトも1本取りなの。だからゼクシオはすごいシャフトなの。あ、そうなんだ。すごいクラブなの。あ、じゃあゼクシオって純正のシャフトがいいんだ。めちゃくちゃいいから。変えない方がいいんだ。変えない方がいい。だからゼクシオってなぜかいいっていう、みんな一本取りとか知らないでしょ。そうだよね。そうで、ゼクシオ
を一回使うと、うん、ゼクシオに離れ、要は中毒なんだけど、なんかいいから使っちゃう。それはいいのよ、うん、一本取りシャフトだから。工程がこう番手によって分かれるシャフトはそれなりにコンセプトがあって、うん、いいんだけど、うん、ロングアイアンはロングアイアンでこういう思い描いてる球打てるようにっていう、うん、ミドルアイアンミドルアイアンショートアイアンショートアイアンってあって、うん、それはそれでいいんだけど、それを好まない、うん、全部同じように振りたい人は一本取りのシャフトの方がいいから。ああそうなんだ。そうラウネにはそれがある。あそうなの。選べんのどっちか。選べんの。選べる。選べるってやばくない。やばいでしょ。だからラウネっていい。 90g とな確か75の2つ種類しかないんだけど、うん、1本取りか普通のシャフトか選べんの。どっちがいい。選択できる。選べるってすごいね。すごいでしょ。そんな誰も知らないようなこと選べんだ。そうそう。だから1本取りシャフトっていうのはすごいおすすめ、うん、何がおすすめかって、うんうん、ロングアイアンミドルアイアン、うんショートアイアンとか3つ工程があったりとか、うん、上と下で分かれてる2工程とかだと、うんうん、ショートアイアンが絶対硬くなるのね、はいはい、ショートアイアンの方はショートアイアンで作るから、うんうんうん、そう、それが一本取りってないの。だからいいのよ。硬くなんないんだ。そうショートアイアンが柔らかくなる、でロングアイアンが硬、まあ、くなるっていうか、だからショートアイアンとロングアイアンが同じ硬さなの、うんうんうん、同じものだからね。そう、それがミソ一本取りの。それが多分今の市販でリシャフトするシャフトの中で多分少ないんじゃない、ほぼないに等しい。ラウネはあるそれでかくない。でかいよね多分それね。どっちかっていうとこうやって言葉で言ってるより、うん、打てば分かる。分かんの。そう違うの分かる。そうでこういう経験ありませんかっていう話から始まるんだけど、うん、ショートアイアン飛んで、うん、ショートアイアンは人と同じぐらい飛んでロングアイアンになればなるほど飛ばなくなる、うん、それ一本取りにしたら解決するから、うん、ショートアイアンって短いから多少打ち込んだりするでしょ、うん、ショートアイアンってもともとロフトがあるからスピン量はあるでしょ、うん、それを結局シャフトがショートアイアン硬くなって、うん、シャフトもしなんないでガツンって上から入って、うん、スピン量がガツンってシャフトがしなんないからスピン量入らないでしょ、うん、だからショートアイアンが飛んじゃうの。ああ飛んじゃうの。そう逆に逆を言えば上の番手の方が適正な飛距離を打ってる方の方が多いのね。だけど飛んでる方を頭って都合いいから、うんうん、飛んでる方を優先するでしょ。そうだからショートアイアンに比べてロングアイアンが飛んでないってみんな思うから。あそう逆なの。ショートアイアンが飛びすぎてる。でスピン判断が飛ぶのか。 あれかいつも言うロースピンってやつか。そう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 。ドライバーとかそうこう打ち出し角ロースピンでこうボッコーンっていう球が出ちゃうのね。あだから飛んじゃうの。飛んじゃうの。だからショートアイアンの意味がなくなっちゃう。距離が合わないから。そうだよね。そう飛ばすクラブじゃないんだもんね。そうでもそこに喜び感じてる方もいるわけ。飛んだーってそうそこじゃない。そこじゃない。あ、うん、それが一本取りシャフトっていうのは出る確率が少ない。あちゃんと自分の適正距離が打てんだ。そうちゃんとシャフトがショートアイアンでしなってくれる。ああショートアイアンのシャフトしならせられる人少ないからね。短いから。短いから長くやっぱしなるんだ。そうで硬いから。でも例えばね大きいゼクシオのヘッドとかそういうヘッドで、うん、バコーンってターフ取って打ち込む人っていないでしょ。うん、だから余計硬いのよ。ゼクシオはまあ違うけど、うん、そうそうやってショートアイアンでもさらーってこうやってパーンってみんな打ちたいじゃない。うんうんうん、でその中で打ち込めない方いるじゃない。うん、打ち込めないのはシャフトが硬いから。あそうなんだ。そうシャフト柔らかかったら打ち込めるんだから。だからヘッドスピードをドライバーで37から40ぐらいの方でターフ取れない人、うんうん、レディースクラブ使ったら簡単に打ち込めるから。取れるの。取れる取れる取れるターフ。そうなんだ。それぐらいシャフトをしならせられてないのね、うんうん、だけど見えで使わないの。それはもうはっきり見えてるから。それめちゃくちゃある。そしたら中身はレディースなのに、うん X って書いて売り出したらめっちゃ売れる、うん、めっちゃ売れる結局シャフトじゃなくて文字、うん、何これ文字の動画。そう文字です。文字の動画。文字のあり方そうだね。う文字の動画になるんだね結局。シャフトの話すると文字の話ね、うん、で例えばね全く新しいシャフトが世の中に発売されて、うん、今ねシャフトがしなるようになってきてるんですって言って、うんうん、本当は R なの、うん、だけど今シャフトがしなるようになってきてるからこれが X なんですよ今この柔らかさが X なんですよって言って渡したら平気で X 打つから。そうだね。そう平気でしなって打てるから。そうか。そう
それが X だと思えば、そう思う、新しい X は柔らかいんだみたいになれば、そう、そんなもんだから、そう、そんなにみんな X ジャパンのファンとなる、間違いない。そうなんだ、そう、だから本当にフレックスなんて書いてない方がいいね、うん、そうだよね、ああ、そうだ、書かなきゃいいね、書かなきゃいい、だからこの中剥がすとさ、うん、塗装がこの辺までしかなくて、うんうん、ここがまっさらな状態なのね、うんうん、そこに印字してあるわけよ、うん、それでいいのよ、表に書かなくてね、そう、書かなくていいの。あとはなんかこうメーカーさんだけが知ってる暗号とか、うん、そういうのを書いてあればいいのよ、うん、いいの、いいんでしょ、でもそういうのほら暗号ほらすぐ調べちゃう人だから、ここにそうね、そうでしょ、そうね、そうね、いいでしょ、そう、だからこれいいでしょ、ウエッジフレックス、あ、わかんないんだ、本当だ、ウエッジの110、ウエッジ用の 115g です、硬さはウエッジです、あ、いい、これよくない、いい、いいでしょ、わかんない、どうぞラブネ皆さんね、うん、わかんないでしょ、うん、そういいんですよ、これこんなにラブネの紹介して、うん、ラブネからもらえるのかな、一切ありませんただないのに、うん、お金ももらってないのに、うん、こんだけ言うぐらいいいってこと、あ、そう、しかも自分がそれに変えるんだもんね、そうなの、そこでしょ、それぐらい柔らかいシャフトの方がいいってことだよね、間違いない、だって全アイアン変えるんでしょ、そう、4番から変えるから、あれ3番は変えないの、3番入れてない知ってる、だから聞いた、だから聞いた、そう、あれ3番打てない人、3番、すげえしなるもんな、え、じゃあ全番って全アイアンボール打っても出てこないんだ、明日まで全然出てこない、出てこないでしょ、そう、だからもしかしたら、うん、あの早く行ってくださいって言われるかもしれない打った後待ってるんでしょ、ずっと後ろの組来てんのに腕組んで、さっきあのトール君準備してる時にこれ、うん、110とか打ったけど、うんうん、あの本当まだと思ったもん、いつで出てきた、今今今ぐらい、ちょっと前か今ぐらいか、うん、もう気づかなかった出てきてたの、そう、全然わかんない、わかんない、うん、周りの人もえ空振りボールが出てこないからクラブ縛ってから出てくるんでしょ、だってそう、あのインパクトの打感、うん、シャフトのブルンってしなる感覚がカーボンじゃない、うん、あ、そうなの、スチール、ダイナミックゴールドっぽい、あ、そうなの、そう、なんかね、カーボンとダイナミックの間ぐらい、みんな大好きじゃん、ダイナミック、間違いない間違いない、130g 大好きだから、あ、そうなの、ダイナミックのそうなんだ、そう、え、それブルンってなんの、なる、あの、まあ、どれでも平井君の前になるんだろうけどこれなる、なるんだ、大体カーボンってこうパンって弾くのよ、うん、あ、そういう感じなの、そう、うん、何波動がないっていうか、うんうんうん、これはね、ある、そのさ、ブルンってたまに言うけど、どこら辺でなんの、当たった時、あ、当たった時になるんだ、そう、ボールの重さで、うん、こうってなるから、そう、それがカーボンって普通ないって言われてる、あ、早すぎて感じない、そうそうそう、弾いちゃうから、うん、それがあるの、それって柔らかさなの、あ、そうなんだ、 そのブルーも感じられるわけね、そう、これいいわ、すげえ、本当にあの玉乗りもいいし、うん、なんかカーボン特有のフライヤーっぽい玉もないし、うん、ちゃんと潰れてくれるし、うん、すごくいい、本当今までのカーボンの印象じゃない、その辺がすごく気に入ったところ、新しいの、新しい、去年か一昨年、去年かな、あ、そうなんだ、そうそうそう、まだ出てね、へー、その3年も経ってない、あ、そうなんだ、ね、1,2 年じゃない、アッパーラウネだらけじゃんこれ、いや多分全員じゃない、そうだよね、うん、アッパーコンペやったら全員ラウネで、誰が誰だか分かんなくなる、キャディーさん困っちゃうからヘッドで見分けるんだけど、あれみんな同じ人だった。三重から来るお客さん、うん、また10月に来てください。ラウニーでした。あれ見て、あの動画見て。うん、もう別前から。あ、そうなの？そう。だから。お目が高い。そう。よくご存知で、ほんといいシャフトだと思う。なんで柔らかいシャフトがいいって思えたかって、そのストーリーがいろいろあるんだけど、うんうん、でも本当にシャフトがしなってくれた方が高さと飛距離が出しやすいことはもう間違いないの、うんうん、だから変えるし、ただカーボンに変えただけだと硬さとか張りがあるからどうしてもフライヤーっぽくなっちゃう、だからしなりの感じられるこの
切り返しのここの時にしなりの感じられるシャフトを選ばなきゃいけないってこと、うん、例えばそれがスチールであってもとにかくしなってるかしなってないか分かんないと、うん、しなってるかしなってないかを感じたいからこうやってやるから、うん、こうやって、うんうんうん、そしたらもう飛ばせない。ここ最近のお客様はみんなそうなんだけど、やっぱこう硬くすればするほどいい球が出るよね。自分をあ、うん、こうやって自分をこうやって硬くした方がしなる、はいはいはい、なるほどね。自分が柔らかくなっちゃうと全然しなってない、うん、それで飛距離が出せないことが起こってるんで、緊急でラウネの動画を撮っていきました。緊急じゃないでしょ別に、うん、全然違う俺ラウネじゃんって言ったので撮ろうよってなっただけだからね。そう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 、今ねさっき決まったことそう全然緊急じゃない。でそうなんです、トール君があれっつって黒いっつって、うん、そう、それでいやこれそう全部ラウネにするようからじゃあそれお伝えしたらっていうんで、そういう緊急で撮りましたやべえっつってラウネの宣伝の動画以上かな。そうだな、そう宣伝になっちゃったけど宣伝してますよちゃんとグラファイトさん、ね、何ももらってませんけど、ね、はあ、でも本当いいシャフトですよね、うん、なんでちょっと本当に興味がある方はシダなりダイモン行ったら貸してくれるんで。あ、入ってんのがあんの。もう入るあるある、あのひろゆきのクラブ。あちょっと広い感じ。私物じゃん。そうそうそう。そう。なんで、それを、うん、まあ、ちょっと感じでだけでもね、打っていただいて。で、その、広域のとこだったら、もうすぐシャフト交換もしてくれる。直通なんで、グラファイトと、あそこ。うん、なんで、まあ、いいですよね。物もいいんで。ぜひ、その、興味がありましたら、ダイモンに電話してみてください。はい。で、今回はですね、ラウネいいぞっていう動画を撮っていきました。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。